はい、皆さんこんにちは、サカキャンスでございます。11時今23分ぐらいですね。もうすぐ前場が終わるというところでございますけども、日経平均は動きなしですね。プラス23と、まあプラスに転じたかなという感じですね。忙しいドルウォン忙しいわほんまに。1329と1330をめぐる攻防戦になっております。行ったり来たりという、まあ狭いレンジですけどね、行ったり来たりということで、まああの FX やってる人はね、動いてもらうと困りますからね、動かないよりかはいいでしょうけどね。はい、さて、本題でございましてですね、これは昨日の13時58分の時事 .com ですね。富裕層の人口トップはニューヨーク、東京2位 A 社、イギリスですね、 A 社調査。100万ドル、過去約1億3000万円以上の投資可能な資産を有する富裕層の人口が最も多い都市は米ニューヨーク、A コンサルティング会社ヘンリー&パートナーズ H&P が18日発表した世界の富裕都市ランキングでこんな結果が明らかになった。2位には東京が食い込んだ。もうちょっといきましょうか、もうちょっとね、トップ10には中国と、じゃあ米国と中国、過去香港組むから3都市ずつがランクインした。両経済大国の主要都市に富が集まっていることが改めて浮き彫りになった。H&P によると、昨年末のニューヨークの富裕者は34万人、東京は29万300人だった。29万もんの東京、1億3000万以上投資できる人が29万。もうこの辺でやめましょうか。あのね、いやー、やっぱ僕もね、一応ね、もう今は稼ぎの半分はないですけども、一応マンション市場を眺めながらあにゃあにゃうにゃうにゃというの仕事なんですよ、本来ね。で、不思議に思うのはね、こうアホみたいに高いマンションがね出てきてもね、売れるんですよ。これが誰が買うてんやと思うんですけど、この29万人が買うてるんですねそんな業者おんのっていう感じですね。まあただね、なんて言いますかね、港区で平均年収1000万近いわけでしょ。平均ですからね。だから1000万未満の貧乏人はいっぱい住んでるっちゃ住んでるわけですけど、土金持ちがいっぱい住んでるわけですね。まあそんなとこ行くとですね、道歩いてる人はみんな年収2000万やるかと思いながら僕は道歩いてますけどねまあめったに歩かへんけど、まあだからね、いるとこにはいるんですよ、お金持ちが。今見たガーデンヒルズっていう、4億円ぐらいのがポンポン売れてるでしょ。誰買うてんねんって。この26万人、29万人が買うてんねん。この29万人が買うてんねん、ほんまに。29万もおったらね、千何百個でも売れるんやという、まあそういう感じですね。いやー、恐ろしい話ですね。いや、よう聞かれるんですよ。あの高いの誰買うてるんですかって言って。いやいや、東京にはね、わけわからん富裕層いっぱいいますからって僕は言うんですけど、私、対面の相談も時々あるでしょ。時々だからここにいらっしゃるんですよ。で、いやー、あれですよ。わけわからん金持ちもいっぱい混じってますよ。なんでこの人がお金持ってんじゃろうとか。大体はね、あれなの、相続なんですよ。大体は相続。で、まあ、自分でね、何十億なんて財産を築いた人ってね、忙しいってね、こんなとこ来て僕泣いてできひん。稼がなあかんねん。で、稼げるわけですよ、そういう人はね。ちょっと動くや何億って稼げるわけだね。で、こんなとこ来てね、1時間も2時間もって僕舐めてられへん。もう稼がなって。そうではないですね。相続で、資産の元を作ったような人って、暇なんですよ。基本的に暇なんで、あれ、ちょっと榊泣いてしたのかってやってくるわけですよ。お気に入って私も会えてしまうんですけど、いますは、で、東京という街はね、割合は、なんて言いますか、そういうところが、はっきりしててですね、山手線の内側に住んでるのは、自分で稼げる人とですね、元からの金持ち、この2種類しかいないんですね。たまに貧乏に混じってますけど、基本的にはその2種類なんです
ね、あの元から持ってるとかね、そこにあの家持ってるとかで、よそからやってきてね、であのちょっと小増しな年収になった、1500万ぐらいだったという人は大体湾岸のタワマンを買うんですよあるいは武蔵小杉のタワマンを買うんですよ、そういう人は大体そういう分類になるわけですね、ほんであの自分が成功したと思ってるわけですよ。まあまあそれは勝手にねお考えになれば、それはそれでいいんですけど、だからほとんどそのなんていうか湾岸のタワマンとか武蔵小杉のタワマンにはですね、その東京生まれ東京育ちみたいな人ってほぼいないんですね。まあゼロとは言いませんよ、たまに変わった人いますからね、まあほぼいないですね、私が知ってる限りはですね。みんな大体田舎者ですね。田舎者およびその周辺東京の郊外のご出身の方が多いような気がします。まあそれはいいんですけど、もうこのだからね、今三田ガーデンヒルズもそうですけど、あの三田ガーデンヒルズ買ってるのはこの29万人なんですよ。こういう連中ですよ。こういう連中のアッパー層が三田ガーデンヒルズを買ってるんですけど、晴海フラッグを買ってるのはですね、もっとですねそのすばしこい人間たち、なんて言いますかね、小金を持ってるわけですよ。29万にギリ入ってるかなっていう感じの人々ですね。まあ1億か2億ぐらいは動かせるかなっていうような連中がですね、晴海フラッグに殺到してるわけですよ。で、三田ガーデンヒルズも晴海フラッグもそうですけど、住むためにという人っておそらく半分いないと思うんですね。半分いない。三田ガーデンヒルズは一つ持っとくかとか、まあ、富裕層が本当に住むかという、でも、あそこでもそんなにええとこちゃいますよ。住むにはいいとこではないですね。何かと不便ちゃうんかな。六本木方面って歩いていた通りですね。どこにも遠いんや、あそこと思うんですけど、よう売れてんなと思う。だから、世の中が落ち着いてくるとね、三田ガーデンヒルズもなんだどこがいいかよくわからんというふうになるわけですよ。広ガーデンヒルズはそれなりにまあまあ楽しげな街ですよ。あの辺も地味ですけどね。三田ガーデンヒルズっての荒廃地はないからないや面白いなと思うね。なんであんな額で売れてるのかよくわかりませんけど、で、晴海フラッグ買うてる人はですね、ほぼ転売狙いなんですね。来年の今頃引き渡しのですねピークになってると思いますけども、もう中古市場にワンサワンサと出てます、出るはずですよ。その何百かなという、何百で聞くかなというのは私の見立てでして、弊社したら1000個ぐらい出てくるんじゃないかなという気が、4145があるんですけど、この勢いでいけばですね、景気が崩れなければ売れますね、タワーはと思う。とするとほぼ全戸が売れたとした場合ですね、どれくらい中古市場に出てくるのかというのがあれですね、私は腰折れして今頃も売れなくて残るんかなと予想してたんですけど、いつもの通り外れてますまあここまでね引っ張るとは思いませんでしたね、さすがに、黒田さんが維持を通し切りましたね、ほんまにね。おかげでもう日銀むちゃくちゃになってるでしょもうこれどうするんでしょうね、ほんまにね。この27、8で何も動きはないというふうに呼んでますけども、まあそれは置いときましてですね、日本には東京には29万人いるんです。こいつらがね、こいつらがちょっとマンション買おうかと思ってくれるんで、今の東京市場はですね、かなりハイレベルになってます。ただしね、このね富裕層というのはね、根っからの富裕層もそうですし、成り上がりで富裕層だった人たちもそうなんですけど、すごいね、物の見方が割と厳しいんですね。だから株価が2万円切るところまで下がったりとか、世界の景気が悪いねとかですね、銀行がボン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 倒産するという時には動かないんですよちょっと今はやめとこうってみんなやめるわけです。だからフリーズは必ず来ますね、はい、今年の終わり頃ちゃうかなと思いますけども、買わない時には全然買いませんからね、こいつらもね、金持ってるくせにで基本的に根っからの富裕層ってケチですから、にわかに金儲けた連中は、まあ、でも俺は儲けられると思ってるんで使うんですよ。まあ、使うたらいいんですよ。どんどん使うたらいいね。と思いますけど、ちやほやしてあげますから、私もね。いらっしゃれば。
さてこのですね、時事ドットコムのですね、富裕層の人口トップはニューヨーク、東京2位というですね、今半分ぐらい読みました。確認されたい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。